久保さん、なんかね、ガーシーさんの、なんかあの、なんだ、あの、刑務所、あの刑務所じゃないんだ、あの、なんか、運ばれてる時にね、まあ、僕も映像を見たんですけど、ガーシー愛してるみたいなね、ファンの人がね、<laughs> なかなかないっすよね、あの、そういうパターンって。うん、だからもう、すごい熱烈なファンの人がいるんだなっていうところで。 まあ飯は食っていけるでしょうね。ガーシー頑張れみたいな。愛してる愛してるでしなんか愛してるって叫んでたような気がするんですけど、すごいな、みたいな。<laughs> だって、愛、ねなんかアイドル、もうアイドルですよね。ジャニーズ事務所に所属してアイドルじゃねえか、みたいなね。<laughs> まあぶっちゃけガーシーもおっさんなんですよね。もう、もうおっさんですよね。ガーシーって何歳なんだ 愛してるみたいなね <laughs> まあ多分すごいですよねなんか立花さんもなんか応援してなんかあのなんだあのするみたいなあのなんか記者会見してましたけどねうん多分まあ当選するでしょうね多分結局また結局有名になるっていう。 だ多分、あれじゃないですか、日本に帰ってきたから、今度、ね、多分、その、警察のあれがちょっと落ち着いて、もし、こう、行けるんだったら、多分、いろんなところにメディアに引っ張りだこでしょうね。おそらく。メディア、メディアはちょっと微妙か。ただ、YouTube チャンネルですね。<laughs> YouTube チャンネルには引っ張りだこじゃないですか。うん、そう。すごい再生数出ると思いますけどね。い <laughs> ってらっしゃい。